ケンドールデワン・マーシャルはアメリカ合衆国バージニア集団フリーズ出身の元バスケットボール選手。ポジションはポイントガード。ノースカロライナ大学ではスター選手として活躍し、ハリソン・バーンズ、タイラー・アゼラー、ジョン・ヘンソンなどと共に活躍。2012年度のボブ・クージー賞を受賞した。2012年の NBA ドラフトでは前述の3人と共にエントリーし、 マーシャルは13位でフェニックスサンズから指名された。しかし NBA の世界に入ってからのマーシャルは試練の連続となってしまう。サンズはゴランドラギッチがヒューストンロケッツから復帰。NBA のレベルに戸惑ったマーシャルはドラギッチの後陣を廃止48試合の出場に止まり2013年夏に大型トレードでワシントンウィザーズに放出されて解雇された。 2013から14シーズンは D リーグでプレーしていたところにロサンゼルスレーカーズからのオファーを受けて NBA 復帰54試合に出場し8得点8.8アシストを記録するもシーズン終了後に解雇された2014から15シーズンはミルウォーキーバックスでプレーするも2015年1月に右膝の全十字じ帯を断裂する重傷を負い月の 大型掛け込みトレードでフェニックスサンズに放出されて解雇された。2015年9月9日、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズと契約。D リーグでのプレーを経て、12月11日のデトロイト・ピストンズ戦でシーズン初出場し、5得点、6アシストを記録した。2016年オフに解雇。同年11月28日に D リーグのリノ、ビッグホーンズと契約した。 2017年9月21日、ミルウォーキーバックスとトレーニングキャンプに関する契約を結び、再起を期すことになったが、プレシーズン中に解雇。11月24日にバスケットボール界からの引退を表明した。ありがとうございます。